ホーカムホールは、イギリスのノンフォーク、ホーカム近郊にある18世紀に建てられたカントリーハウスである。この建物は、初代レスター伯爵、トマス・クックが、パンラーディオ様式により、造園家で建築家でもあるウィリアム・ケントの設計で、建築家で貴族のバーリントン伯爵、リチャード・ボイルの支援を受けて建てた。ホーカムホール、厳格なパンラーディオ様式による、リオニア式。 ポルティコのある南側ファザード。ホーカムホールはイングランドにおける最も美しいパラーディオ建築不幸様式による建物の一つであり、デザインの厳格さという意味においては、同じ時代に本様式で設計された多数の建築物の中でも最もパルラーディオの理想に近い。クックケつまり、ホーカムのレスター伯爵家がホーカムに住むようになったのは、 ホーカムエステートの財を最初に築いたエドワード・クックが1609年にニールズ荘園を取得して以来のことである。エドワードはノーホークのほか、イングランド中の不動産を多数購入した。これを彼の6人の息子たちが相続したが、中でも4男のジョンはホーカムの王子主となった。ジョンは1612年にメリエル・ウィートリーと結婚するとメリエルが父親から相続した 放課ムのヒルホールを居宅とし、その後も放課ムの土地を買い増し、1659年には放課ムでただ一人の地主となった。その放課ムに建てられた放課ムホールは、以来ク家の一族に代々受け継がれてきた居宅である。ホールの内装は華麗なものであるが、建築当時の基準から考えると、至ってシンプルに飾り付けられ配置されたものである。 装飾を非常に控えめにしているため、プライベートルームと来客用特別室の両方が同等のスタイルで飾り付けられており、前者が後者より見すぼらしいということもない。中央玄関はダービーシャーさんのピンクアラバスターで作られたマーブルホールを通ったところにあり、2階部分のピアノ、伸び入れと来客用特別室につながっている。これらの部屋で最も印象的なのは大広間で、 壁は赤のベルベット地で覆われている。主要な特別室はいずれも対照的に配置されて、いるだけでなくデザインも対照型となっていて、一部の部屋は完全な対照型とするためにダミーのドアが配置されている。ノーフォークにおける一現在はフォーカムホールエステートと呼ばれることもある。フォーカムホール。正面右から見た風景フォーカムホールは初代レスター博。 トマス・クックにより建てられた。文化的であり裕福だったクックは青年時代にグランドツアーに行き、1712年から1718年の6年間、イングランドを離れた。彼は1715年にイタリアでイングランドにおけるパラーディオ建築復興ムーブメントの最前線にいた貴族建築家のバーリントン伯爵、リチャード・ボイルとウィリアム・ケントに出会い、 パルダーディオ様式による、法カムの邸宅のアイディアが考案されたと思われる。クックは新しく得た蔵書だけではなく、彼が計画した新しい邸宅を飾る美術や彫刻のコレクションとともにイングランドに戻った。しかしながら彼は帰国後退だな生活を続け、飲酒とギャンブリと狩猟、及び統計に興じた。クックは1720年に、 南海放末事件を引き起こした南海会社に対する投資で大損害を被り、これが原因で新しい邸宅の建築計画は10年以上遅れることになった。クックは1744年にレスター白衣を創設したが、ホーカムホールが完成する5年前の1759年、投資による損失を完全に取り返せないまま死没した。クックの妻、レディ・マーガレット・タフトンは、 その後、邸宅の仕上げや配置の監督を行うこととなった。初代レスター伯爵トマス・クック1720年代の、初めにクックは、コーレン・キャンベルを雇ったが、ホーカムホールの工事と建築に関する設計書で現存するもののうち、最も古いものは、トマスの下で、マシュー・ブレッティンガムにより1726年に書かれたもので、その内容は、 バーディントンとケントにより策定された指詩にありそうに沿っていた。採用されたのは復興様式のパルダーディオ建築で当時イングランドで受け入れられつつあった様式である。パルダーディオ建築はイングランド内戦前のイングランドで一時期流行したものでイニゴージョーンズによって導入されたものの王政復興の後はバロック建築に人気を奪われ取って代わられた。18世紀に人気だった。 パンラーディオ復興は16世紀のイタリアの建築家、アンドレア・パラーディオの作品の外観におおむね基づいたものだったが、この潮流の中で建てられた建築物はパラーディオの比率に関する厳格なルールには従っていなかった。この様式は最終的には一般にジョージア様式建築と呼ばれ、今日のイングランドでも未だに人気の高い様式に進化した。 復興様式のパルダーディオ建築は、市街地、郊外双方の数多くの邸宅で採用されたが、ホーカムホールは他の多くの建築物よりもデザインの厳格性、及びパラーディオの理想に最も近いという点で別格だった。クックはプロジェクトを監督したが、現場の建築業務は地元のホークの建築家で現場作業責任者として雇っていたマシュー・ブレッティンガムに委ねた。 ブレッティンガムは、すでに建築家として、白爵寮の建物の管理料として、年50ポンドを受け取っていた。ウィリアム・ケントは主に南西棟の内装、及び家族の生活のための区画、特にロングライブラリーを担当していた。ケントはクックが望んでいたものよりも、はるかに豊富な装飾を提案し、多様な外装を施した。ブレッティンガムは、 ホーカムホールを私の人生における偉大な仕事と考えており、ザ・プランズ・アンド・エレベーションス・オブ・ザ・レイ・ト・アール・オブ・レスター、エス・ハウス・アット・ホルカムを出版した時には、ケントの関与に言及することなく、不尊にも自分自身を唯一の建築家として記述した。しかしながら、この著作の後の版では、ブレッティンガムの息子は、全体的なアイディアは、最初ウィリアム・ケント氏の支援を受けて、 レスター伯爵とバーリントン伯爵に寄り出されたことを認めた。1734年、最初の建物の基礎部分が作られた。しかしながら、建築は1764年に立派な邸宅が完成するまで30年間続いた。マーブルホール内の正面玄関の上の碑文には次の言葉が刻まれている。荒れた大地で計画し植栽し建築し、装飾した。 そして18世紀半ばに住むこととなった。レスター伯爵、トマス・クック・ホーカム・ホールのピアノ伸び入れの略図。主要区画の各角の4つの対象のウィングを示す。A、マーブル・ホール、B、大広間、C、彫像ギャラリー、D、ダイニングルーム、E、南ポルティコ、F、自己完結型家族胸のライブラリー。パラーディオ様式は、トマス・クックなど、 自身のアイデンティティを古代ローマに探し求めていたホイック党員に称賛された。ホーカムホールの外観を担当したのはウィリアム・ケントである。ケントはパラーディオの建築4書に掲載されているビラモセニ号を基本としつつ改編を加えて設計を行った。ビラモセニ号は設計だけで建築はされなかったビラである。ホーカムホールの設計プランは フロアが2つしかない広い中央区画があり、ピアノノービレには2つの中庭の周りに対照的に配置された一連の来客用特別室がある。中庭は外部からは見えず、レクリエーションあるいは建築的価値のためというよりも、最高を確保するために設けられている。この大きな中央区画の周囲には4つの小さな長方形区画。 ウィングが置かれており、それぞれの角から短い単一米の2階建てウィングを介して中央棟につながっている。ホーカムホールの外装は古代ローマ建築による巨大な宮殿と表現するのが最もふさわしい。しかしながら多くの建築設計と同様、話はそれほど単純ではない。ホーカムホールはパル・ラーディオ建築による邸宅であるが、パル・ラーディオの基準によってでさえ、 その外観は質素で装飾性に欠けている。その理由は、ほぼ確実に、トマス・クック自身に求めることができる。現場の総括建築家、マシュー・ブレッティンガムが語るところによれば、クックは、ゆとりを必要とし求めていたが、これは、快適さを意味していたと考えられる。そのため、一つの窓だけで最高が十分な部屋には、窓が一つしかない。なぜなら、 二つ目の窓を設けることによって外観は良くなるかもしれないが部屋が寒くなったり隙間風が通るようになったりする場合があるからである。その結果、ピアノ伸び入れの数少ない窓は左右対称にバランスよく配置されたもののレンガの海の中に渦もれている。とはいえ、これらの黄色のレンガはわざわざホーカムホールのために古代ローマのレンガの正確なレプリカとして作られたものだった。 ピアノノービレの窓の上には、真のパルダーディオ建築であれば、中2階の窓が存在するはずが、何もない。その理由はピアノノービレの来客用特別室の高さが2倍であったからである。ところが、パルダディオ自身の作品ではよく見られた隠し窓さえ、フォーカムホールでは、作ることを認められず、ファサードの地味さは緩和されていない。1階では、素面仕上げの切り沈みによる壁に、 大邸宅というよりも刑務所を想起させる小さな窓が横一列に配置されている。建築評論家のナイジェル・ニコルソンはプロイセンジョーバ学校のように機能的に見える邸宅であると述べている。マッシュ・ブレッティンガムのザ・プランズエリベーションズセクションズ・オブ・ホルカム・インノーフォークに掲載されたホルカム・ホール主要な南側ファサードの長さは104.9メートルで ピアノ伸び入れの部分だけ6本の柱からなるポルティコが設けられ、簡素さを和らげている。中央区画のそれぞれの端には、わずかな突起があり、約一世紀前に、ウィルトンハウスで、イニゴー・ジョーンズが採用したものと同様の平屋建ての正方形の塔と天井による、ベネティア・風窓を配置している。ほぼ同様のポルティコが、イニゴー・ジョーンズとアイダック・ドコーにより、ウィルトンハウスの パンラーディオ風照面玄関用に設計されたが、それは建築されなかった。隣接するウィングには使用人用の部屋などがあり、家族用ウィングは南西、来客用ウィングは北西、チャペルウィングは南東、そしてキッチンウィングは北東にある。それぞれのウィングの外観は同じであり、立面図によると3つのベイはそれぞれ他のベイと、強小なスペースで区切られていて、各ベイには、 飾り気のないペディメントが乗っている。四つの区画の石や踊り場、様々なペディメントと煙突による組み合わせは、ジョン・バンブラ教により、シートン・デラバルホールで採用された、10年ほど前から人気のイギリスバロックスタイルを彷彿とさせる。これらのウィングの一つ一つは、後のケドルストンホールがそうであるように、来客用特別室と、中央区画を使っていない時に、家族を収容する。 自己完結型のカントリーハウスであった。北の中央玄関の1階にあるポーチは1850年代にサミュエル・サンダース・テューロンによって設計されたものであるが、そのスタイルは18世紀の建物と区別がつかない。マーブルホール邸宅の内部では、パンラーディオ様式がイングランドの他の邸宅では滅多に見ることのできない、高さと壮大さに達しており、実際のところ、イングランドにおける、 最高のパルダーディオ風内装と考えられている。内装の壮大さは、過剰な装飾を排除することにより得られており、ケントが生涯を通して好んだ、簡素な外観の持つ優便さを反映している。内装工事は1739年から1773年にかけて行われた。最初に完成した居室は、家族用ウィングで1740年から使われた。 主要な内装で最初に出来上がったのは1741年完成のロングライブラリーである。最後に完成したのはアラバスター製の装飾壁を持つチャペルで、これはレディレスターが後期の始めから終わりまでを監督した。邸宅への出入り口となっているマーブルホールは古代ローマのバシリカ式によりケントが作ったものである。部屋の床から天井までの高さは15メートルを超え、 周囲のギャラリーや中楼に続く白い大理石の広い階段がある。ここにあるアラバスター製のイオニア式の柱は古代ローマのパンテオンに触発されたエニゴー・ジョーンズのデザインを模倣した金箔仕上げの核天井を支えている。溝付きの柱もまた古代ローマのポルトゥヌス神殿にあるもののレプリカであると考えられている。ホールの周囲の壁画には彫像が置いてあり、 これらは主に古典的な心臓の石膏複製である。ホールの階段はピアノのービレと来客用特別室に繋がっている。最も壮大な大広間は美しいポルティコのすぐ後ろに配置されていて、その壁にはパターン化された赤色のカフォイが貼られ、天井は金箔が貼られた核天井になっている。この部屋にはルーベンスのリターンフロムエジプトが掛けられている。 トマス・クックはグランドツアーでギリシアとローマの彫像の複製品のコレクションを購入し、それは邸宅の南北いっぱいの幅のある大規模な彫像ギャラリーに置かれた。グリーンステートベッドルーム北のダイニングルームは一辺8.2メートルの正方形の部屋で、そこには天井の模様を完全に映したアキスミンスターカーペットが敷かれている。この部屋の壁の壁岸に置かれた。 カエサルの胸像は、グランドツアーの途中、ネットゥーノで修復中のところをクックが見つけたものだった。古典的なアプスはその部屋にほとんど神殿のような雰囲気をもたらしている。実際は、邸宅の離れたキッチンや使用人たちのエリアにつながる迷路のような回廊や狭い階段への通路がこのアプスに隠されている。使用区画の東側のそれぞれの角には大きなベネティア、風窓から、 光が入る正方形の広間がある。その中の一つ、ランドスケープルームには、クロードロラントがスパールィュユゲの絵画が飾られている。すべての来客用特別室は左右対称の壁を有し、中には本物のドアとダミーのドアを組み合わせているものもある。主要な部屋には、精巧な白と多様な配色の暖炉があり、ほとんどの部屋には彫刻と彫像がある。それらの大半は、 トーマス・カーターの作品だが、彫像ギャラリーにある暖炉の彫刻は、ジョセフ・ピックフォードによるものである。来客用特別室の家具の大半は、ウィリアム・ケントのデザインで、風格のある古典的なバロック様式によるものである。来客用特別室の内装の飾り付けはとても、抑制的、あるいはジェームズ・リーズ・ミルンの言葉によると、低粛であったため、家族のプライベート用の南西ウィングにある。 より小さくより多い密接した部屋は、特別室の内装と同様、角に力が入っていない飾り付けとなっていた。ロングライブラリーは、ウィングの全長を占め、トマス・クックがイタリアへのグランドツアーで購入した、書籍のコレクションを収容している。彼はイタリアで、パンラーディオ様式のビラを、初めて見ており、ホーカムホールはこれに触発されたものである。 グリーンステートベッドルームは主要な寝室で、絵画やタペストリーで飾られておりその中には、ポール・サンダースや、ジョージ・スミス・ブラッド賞の作品も含まれる。メアリー王妃が訪問した時、ギャビン・ハミルトンのジュピター・カレッシング・ジュノの、みだらな描写は、女性の目には、ふさわしくないと考えられ、その絵は屋根裏に追いやられたと言われている。外専門、ウィリアム・ケントの設計による庭園は、 邸宅の建築より数年前の1729年に造園が開始された。着工の記念として、庭園の一番高い場所に24メートルのオベリスクが建てられた。石踏みは邸宅の中心から南に向かって0.8キロを超えたところに位置していて、並木道がオベリスクから南に1.6キロ以上続いている。吹きさらしだった土地に数千本の樹木が植えられ、 1770年までに庭園は6.1平方キロメートルに広がった。ケントが設計した庭園内の構築物には並木道の外れ付近にある外線門がある。レスター伯爵の老いの息子でホーカムホールを相続した初代レスター伯爵、トマス・クックの時代に庭園の大規模な改修が行われ、彼が1842年に亡くなる時には、 庭園の面積が12平方キロメートルを超えるまでになった。クックは100万本を上回る樹木の植栽を進めた。他、建築家、サミュエル・ワイアットを雇い入れて様々な建物を設計させた。その建物の中には、新古典主義を簡素化した様式による一連の農場建築物と農家、1780年代には2万4000平方メートルの広さに及ぶ、 壁で仕切られた新しい菜園などがある。庭園は湖の西にあり、そこにはいちじく、桃、ワイン用のブドウお及びその他の果物を栽培する温室がある。ワイアットのデザインの最高傑作は1790年のグレートバーンで、それは庭園の中のオベリスクから南東に0.8キロのところにある。それぞれの農場の費用は1500ポンドから2600ポンド、 前後であった。元は北海につながる沼地のような異例だった、邸宅西川の湖は、1801年から1803年にかけて造園化、ウィリアム・イームズによって作られた。ホーカム・コックックの死後、クックの業績を称えるモニュメントが1845年から1848年にかけて建てられた。記念碑は、ウィリアム・ドン・ソーネが設計し、借地人が、 建設費用の4000ポンドを負担した。モーニュメントは高さ37メートルのコリント式の柱で、頂部には麦束を乗せた円筒形容器が据えられている。台座はジョン・ヘニング・ジュニアによる浮き彫りの彫刻が施されており、角には牛、羊、隙をかたどった彫刻が載っている。クックが進めた農場収穫量増加の施策は、 1776年には2200ポンドであった不動産の借地量を1816年には2万ポンドにまで押し上げる効果があっただけでなくイギリスにおける農業の運営にも大きな影響を与えた。1850年第二代レスター伯爵トマス・クックはパルテールをデザインしていたウィリアム・ニスフィールドとの連携により 邸宅の東に新しい旧舎を建てさせるために建築家のウィリアム・バーンを呼び寄せた。建築は邸宅の周りのテラスと同時に始められた。建築作業は1857年まで続き、その中で邸宅の北の方向にチャールズ・レイモンド・スミスによる1849から57の日付入りの成城時とドラゴンの物語の彫刻の入った記念碑的な噴水も作られた。 バーンは、邸宅の東側、テラスを見下ろす位置にある大きな石造りのオレンジ用温室も設計した。温室は、中央がペディメント付きの3米で、さらに両翼に3米の構成となっている。現在、温室には屋根も窓もない。モーニュメントホーカムホールの建設費用は9万ポンドを超えていたと考えられる。この莫大な費用は、 初代白の相続人たちをほとんど破滅させ、その結果彼らは邸宅をその思考に合わせて改良することも経済的に不可能だった。従ってこの邸宅は1764年の完成以来ほとんど手を加えられていない。また20世紀に入ると、ホーカムホールなどのカントリーハウスは、相続の際の莫大な税負担のため多くの不動産を手放さざるを得なくなる事態を生じさせ、 1940年代の終わりに第4代レスター伯爵トマスクックは、フォーカムホールをナショナルトラストに譲ろうとした。今日、この厳格なパルダーギオ建築のサンプルは、100平方キロメートルの私有地の中心に存在している。日曜日、月曜日と木曜日は一般公開されているが、フォーカムホールは、今もまだ、レスター伯爵の家族の邸宅である。 ありがとうございます。